韓国バラエティ番組ジャングルの法則の視聴者掲示板が、韓国ボーイズグループエクソのチャニョルの名前で埋め尽くされた。私生活論議にくるまれた彼の出演に反対する声と、それに対抗してチャニョルをくるみ込むファンの応援が互角である。8日午前ジャングルの法則側は、族長キムビョンマンを筆頭に12人のエリート探検隊を結成、ウルロン島と竹島の探索に挑戦すると発表した。キムビョンマン、パクスホン、イジョングク、オジョンヒョク、ソンジンウ、イサンイ、アリンが一機として参加し、パクミソン、ゲリ、コジュニ、ジュリアンカン、チャニョルが2機として合流する。ところが、このようなニュースに一部のネットユーザーが不満を表した。10月にあるネットユーザーが、チャニョルの元ガールフレンドだと主張し暴露文を作成した。議論は大きくなったが、共に言及されていた同じくエクソのベッキョンが、直接一国を投じて事態は鎮静された。それでも私生活の噂にくるまれたチャニョルを地上はバラエティで見たくないという意見が出た。視聴者掲示板には、ジャングルの法則は、チャニョルの議論を知らないのですか。全カットしてください。私生活のスキャンダルのある芸能人パクチャニョルの降板と編集を要求しますなどの制作陣に向ける意見が多い。するとファンが対抗した。チャニョルに向けられた負の視線が殺到すると、どれほど嬉しくてありがたいかわからない。とても楽しみだ。他の人の言葉は重要ではない。チャニョル今後も幸せでいようなどの応援文を書いて掲示板を掌握した。チャニョルのために海外のファンまで結集して団結した。おかげで8日は1日でジャングルの法則視聴者掲示板はチャニョルに関する話題だけで100ページをはるかに超えた。来たる12日に放送されるジャングルの法則が、新シーズン開始前からホットである。スーパージュニア側、GTH フルアルバム発売延期に関するお知らせ。こんにちは。ラベルズジです。まずニューアルバムを指折り数えて待ってくださるファンの皆さんにお詫びいたします。12月に発売予定だったスーパージュニアの GTH フルアルバムが、2021年1月の発売に日程を延期されました。スーパージュニアのデビュー15周年を記念する大事なアルバムだけにさらに完成度の高いアルバム制作のためやむを得ず下した決定なので、ファンの皆さんの広い理解をお願いいたします。日程は延期されましたが、ラベルズジではフルアルバム発売まで、12月2日にオープンしたレーニングスペルフォーラブのライブクリップのように、毎週新しい曲コンテンツを先行公開し、様々なプロモーションを準備しています。詳しいプロモーションの日程は毎週 SNS を通じて告知される予定です。1月に発売される GTH フルアルバムザルネッサンスに多くの関心と期待、そして改めてファンの皆さんの深い理解をお願いいたします。2020年、日本で最も検索された韓国アイドルが話題。1位、BTS、防弾少年団 V。2位、BTS ジョングク。3位、BTS ジミン。4、BTS シュガー。5、アストロチャウヌ。6、BTS ジン。7、BTS ジェイホープ。8、シャイニータエミン。9、セブンティーンジョンハン。10、エクソバエクジンユン。11、エクソカイ。12、NCT ジャイヒュン。13、BTS RM。14、シャイニーミンホ。15、NCT 提案。16、シャイニーオンユ。17、X1 出身チョスンヨン。18、セブンティーンバーノン。19、X1 出身キムウソク。20、NCT ルーカス。日本で最も検索された韓国女子アイドル、2020年。1位、TWICE ツーイ。2位、TWICE モモ。3位、TWICE サナ。4、TWICE ミナ。5、TWICE ナヨン。6、イゾネ宮脇桜。
7. TWICE JONYON 8. TWICE JIHYO 9. TWICE SHIBAN 10. TWICE DAHYEON 11. ブラックピンクジェニー12. レッドベルベットアイリーン13. ブラックピンクジソー14. アイズワンウォニョン15. アイズワンミンジュ16. レッドベルベットジョイ17.イッジリュジン18ブラックピンクロゼ19アイズワンチェウォン20オームワイジールアリン